富山 FM 放送株式会社は、富山県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。愛称は FM 富山、コールサインは上 FM、JFN 系列。2020年に開業したアーバンスタジオクレハ給料電波等企業団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1992年3月31日2003年3月31日2021年10月時点。詳細は、公式サイトのローカル番組一覧、またはタイムテーブルを参照。平日午前、平日午後、金曜日、土曜日、日曜日、その他2021年時点。現在のパーソナリティは、公式サイトのパーソナリティ一覧を参照。インは、 元 FM 富山所属アナウンサー。男性女性委員は2021年時点 FM 富山に出演中。など開局当初から自社制作番組には積極的で臨、臨県の FM 石川の開局前には石川県金沢市で FM 富山の公開放送も行われたことがあった。FM 石川の開局が遅かったこともあり、開局から数年は、 石川県内のリスナーも多かった。FM、石川の編成上ネットしていない番組や同局で流れない楽曲を聴くために、現在も石川からのリスナーは少なからず存在する。また、かつて日曜9時に放送されていたミュージック10は FM、石川の開局以前から放送され、放送開始時より石川県のスポンサーで構成されていた。富山県が 筆頭株主であるため、富山県の広報番組や提供番組も多く放送されている。なお、北陸地方で行政機関が筆頭株主である県域放送局は FM 富山のみである。また、富山テレビ放送が株主となっているため、同局の番組宣伝や関連会社である CAP の出版物の CM も放送される。 2015年4月の番組改編では、開局30周年に向けて、自社制作番組を大幅に新設。特に、平日の11時台後半において、ネット番組を取りやめている。ありがとうございます。